はい、それでは木山桃太郎選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想をお聞かせください。はい、そうですね、試合振り返っては、まあ、前回の試合から、まあ、自分でも成長を感じる、試合だったかなと思います。はい、はい、他にご質問いかがでしょうか。相手の印象というのはどうでした。打たれ強いのか、それともなんかうまく逃がされているのか。まあ、どっちもあると思います。まあ、なんだろう、いい感覚のパンチ、何回かあったんですけど、それでも、まあ、立ってたし、こう、うまくいなす技術もあって、ちょっと、なんか嫌だなっていう思うところもありました。はい。まあ、というところを踏まえて、初戦突破して、これからの、はい、展望というか、心境はいかがでしょう。そうですね、まあ前回よりこう前回の金子戦よりいろいろ修正点というか変えていかなきゃいけないところはこう試合で出せたかなと思うんで、で、まあ、今回の試合でもっとその修正点というか反省点が見えたんで、残り2ヶ月でそれを修正していって、2試合勝ってチャンピオンになりたいです。はい、はい、他にいかがでしょうか。はい、それではこちらでインタビュー終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。